今カナダのお姉さんの家に来ております。朝ごはん食べるところなんですけども、この前にいちごと、これは何、ラズベリー、ラズベリーですね、あります。ちょっとこの器がね、紙でできてて、なかなかエコな。で、あ、すごい、すごい香りしてます、これ。で、ちょっとね、いちごが、日本のいちごとやっぱりちょっと色合いが違う。濃い、濃い感じですね、これ。こんな感じ。なかなか、こう、野生味があるというか、うん。あとラズベリーですか。うん。こっち、ん？あ、やっぱりイチゴの香りがすごい。うん、すごいです。ラズベリー。これもなんかね、なんか取れたてっていう感じですよね。これね、これラズベリー。早速いただいてみようと思います。あ、ちょっと洗った方がいいかな。イチゴはこれ頭からいくんですよね。よいしょ、いただきます。あ、そう、ほんとすごい香り。うん、うん、日本のイチゴほどその甘さは強くないけど美味しいです。あ、やっぱ香りがすごい、うん、香りがすごい。もう一個いこう。香りがすごい、うん、うまい。じゃあ次ラズベリー、ちょっと2個さっき洗っておきます。ラズベリー、ラズベリー、うん、美味しい。うん、すごい。映ってた、いつの間に。美味しい、うん、とても美味しい、うん、この粒粒感がね、大きいよね、日本のに比べて。やっぱりちょっと大きいんですよね。なんかいっぱいもっと食べてしまいそうです。美味しかった。